トゥース渡里哲也です。で、今日のテーマは運送会社に転職しようと思っている方、あるいはですね、運送会社から運送会社へ、今の運送会社を辞めて次の運送会社へ行こうという方へ、メッセージをします。メッセージというかね、アドバイスというか、私の考えをお伝えしようかなと思っております。で、いくつかの動画にも上げておりますけれども、だんだんと涼しくなってきましたが、まあ今台風の影響でね、結構日本列島蒸し暑いと思います。今もね、外気温が30度です、山口県地方はですね。で、まあ台風の影響はそうさほどないように思います。はい、まあ吹いてもそういう風程度、大したことないと思います。まあ吹いても十数メーターかなと。はい、まあ30メーターぐらいはね、そういう風なので、そう大したことでもありません。はい、でね、そんな中、まあ台風はいいんですけれども、で、まあだんだん涼しくなってくるわけじゃないですか。今からですね、もう10月入りましたよね。この台風が過ぎ去った後、めっぽう秋らしくなると思います。で、朝晩が涼しくなるね、ようやく秋ですよ。で、そんな涼しい気候のいい季節に、運送会社というのは転職される方がね、結構おります。というのはやっぱね、7、8、9月頃、まあ暑いんですよね、ほんと一年中6、7、8か、暑いんですよね。で、何をやってもだるい。なのでね、6月、7月、8月の、その運送会社のね、転職だとか、まあ、またね、変わろうという方は、どうしても辞めたいという方を除いて、まあ、今頃がいいんじゃないのかなと思います。で、そうですよね。涼しかったら動きやすいじゃないですか。もう動いてもね、暑さにだれることがない。で、まあ例えばね、バラ積みなんかもね、あると思うんですよ。で、くっそ暑いね、6月、7月、8月頃。ね、特に8月の炎天下の中でね、バラ積みやってごらんなさい。たとえ軽い荷物でも結構しんどいと思います。なのでね、本当涼しくなってからの転職の方がいいと、そういうことです。で、まあ転職の時期は良いとして、次にですね、まあ皆さん本当給料がいい方がいいですよね。絶対に、まあ儲けに行くんだからね、お金が欲しい、給料高い方がいいと思うんですが、でね、給料の高いところはね、そう歌ってあるところはね、たくさんあります。でもね、実際入ったらそうでもなかった、思ったようになかった、稼げなかった、引き物が多いで、実費で払うの多い、有料バイパスを通れば自腹になるし、高速走れば数パーセント引かれてしまうし、なんじゃこれはと言って幻滅して辞められる方が多いです。なのでね、給料ばっかりね、高級優遇とかね、やればやるだけお金を稼げますとか、それ当たり前じゃないですか。だってやればやるほど稼げますよ、そりゃ。24時間寝ないで、365日寝ないで、ずーっと仕事してると。そりゃ年収600万、700万、800万いくでしょう。でも、死にますよね。はい。
もうね、1ヶ月で死ぬと思いますわ。まあそんなことやってればね。で、本当に注意していただきたいのは、本当求人票にね、高級優遇とか、あれはまあね、ページを見たときに、みんな、こうやってね、パラ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 めぐって、ああ、いい給料ないかなと思って、例えばですよ、あ25万だって、あ中距離やって30万だって、あ長距離で35万だって、お？やればやるだけ？給料60万以上可能？は？と。なるときあるじゃないですか。で、まあ、その内容を見てもらおうと。で、よくよく見たら、なんかね、休み少なそうだな、バラが多そうだな、とか。まあ結構、裏があります。はい。裏があります。だって、そんな給料がいいところなんか、求人出ないじゃないですか。そこですよ。そこで気づけるかどうか。そこで気づいてください。そんなはずはねえよなと。それでもね、まあ中にあると思いますよ。本当に、そんな給料がね、いいとこありますと思う、あると思いますよ。なのでね、本当、面接行くのはタダじゃないですか。面接受けるのはタダじゃないですか。ね。まあそこに行くまでの交通費はいりますけれども。面接受けるのって基本はタダですよ。なのでね、本当ね、面接に行って、根掘り葉掘り聞くこと。で、いつかも動画に上げたんですが、質問事項はね、あらかじめ書いておくんですよ。本当に60万以上可能なのか。で、この60万をもらえるにはどういった仕事をするのか。で、どこまで、長距離だったらどこまで行くのか、手積み手下ろしがあるのか、何パーセントを占めるのかと。そりゃもう 90% 手積みがあったらね、死にますよ、そりゃ。死にますよ。なのでね、仕事の内容、どういう荷物を持っていくのか、で、どういう車なのか、で、休みはどれくらいもらえるのか、で、年休制度はあるのか、で、そうですね、あと車の整備もそうですよ。まあ、ボロ車ばっかりだったら、ちゃんと整備してくれますかとか。で、車もね、一周回ってみればいいんですよ。タイヤはどうなってるかとか。ね、タイヤもね、スリップサインが出たようなタイヤを、また使っていると。もうスリップサインがもう出た車で行動を平気で走らせていると。そういう会社はね、やめた方がいいですよ。はい。やめた方がいいです。はっきり言います。そんな会社はね、やめた方がいいです。誰も行かない方がいいです。そんな会社はね、私はね、潰れた方がいいと思ってるんですよ。はい。だってそうでしょ？そんなタイヤでバーストしてごらんなさい。あなたの命も失う。他人の命も奪ってしまう。いいことは一つもないですよ。そんなね、ドライバーの命、人命というものをね、軽く見てるところはね、潰れた方がいいと思います。はい。なのでね、ほんとね、根掘り葉掘り聞くことです。ほんと。で、まあ、面接の時はね、ほんとね、いいことばっかり言うかもわかりません。で、まあ、そこの従業員と話をすることができれば、そこのね、ドライバーさんに話を聞いてみたりだとか。あとはそうですね、まあ、人に聞いてみたりだとか。まあ、多分、行くんであれば、ね、地元の運送会社でしょうから、ある程度の情報はあると思います。はい。なのでね、本当給料ばっかりにね、釣られるのも危険です。
で、やはりね、長く勤められる会社でなければダメです。長く勤められる会社。で、まあ、給料もね、それは大いに越したことはないですけれどもね、やはり、なんて言いますかね、まあ、そこそこ、自分がいくら欲しいかですよ。例えば、25万円手取りがあったとすれば、25万円あれば十分生活できるんであれば、25万円でいいじゃないですか。そうしたら無理に長距離やらなくても、地場の仕事でもね、十分ありますよ。で、30万円欲しいんであれば、ね、中距離をやるだとか、長距離をやるだとか。で、ね、いや、俺は手取り40万円いるんだよ、と思うんであれば、トレーラーの免許を取りに行くだとか、いろいろな方法があります。もしかしたら、毒物を運ぶ、医薬用外、劇物などを運ぶタンクローリーの仕事に従事したいんであれば、そういう資格を取りに行くだとか、そういうところですよ。なかなかそういう仕事はね、見つかりませんけどもね、なかなか見つからないと思いますが、まあそういうところも視野に入れておいたらいいんじゃないのかなと思います。ほんとね、給料だけ見たらね、ダメですよ。で、給料のね、幅広いのもね、やっぱ裏がありますよ。20万から40万円だとか、あるでしょ、よく雑誌に。で、30万から50万だとか。じゃ最低の30万円はどんな仕事をするのと、最高の50万円ってどんな仕事をするのって。多分ね、その、求人票だとかね、そんなには、まずは載ってないと思うんですよ。なので、やはり質問する。面接の時質問する。本当に50万稼げるんですかと。それ50万を稼ぐには、どんな仕事をするんですかと。手積みがたくさんあるんですかと。もう長距離に行ったら、もう10日とか帰れないんですかと。ありますよ、結構ね。ほんと。例えば、ここ山口県なんですが、山口県から東京へ降ろしたとしましょう。山口県から東京へ降ろした。で、帰りの荷物、横浜で積んだ。で、山口まで帰ってこれない。九州まで行く荷物がない。で、大阪止まり。横浜から大阪へ行くと。で、大阪でまた降ろして空車になります。荷物どこですかと。荷物仙台がありますと。仙台行ってくださいと。山口帰れへんやんけと。で、また仙台の方にひょーんって行ったり。ほんと帰れませんよね。そういう仕事もね、あります。絶対あります。で、まあ、要するに帰りませんよね、そんな仕事だったら。なのでね、やっぱり、仕事の内容を聞くことが大事です。で、それ、で、そういう仕事がね、好きな人もいるんですよ。まあ、家なんか帰らなくてもいい。もう俺は稼ぎたいんだと。もう365日トラックの中で生活してもいいんだと。そういう人もね、います。そういう人にはね、向いてると思いますよ、そういう仕事は。はい。まあ、それこそ、ほんとね、天下ごめんのトラック野郎ですよ。まあ、それがトラック野郎と言えるかどうか、わかりませんけれども。まあ、そういう人は、ほとんど独身ですよね。独身ですよね。はい。とね、子供が、まだ小さかったり、小学校だったりね、中学校だったり、まあ、中学、高校生とかにもなれば、お金入れますけれどもね。それにしても、家に帰れないというのはね、やっぱり、家庭がね、うまくいかなくなるんじゃないのかと、思いますよ。はい。よくね、亭主元気で留守がいいと言いますけどね。あれはね、サラリーマンの奥さんがね、言うんですよ。ね。7時から、まあ、
まあ12時間にしましょうか。朝早くから、朝早くて、まあね、晩も遅いと。で、晩はご飯を食べて帰ると。たら、亭主と、そんな会話がないじゃないですか。でも給料はもらってくると。ね、そういう奥さんが言うんですよ。サラリーマンの奥さんがね。ほんとね、1週間全然帰らない、2週間全然帰ってこん、というんであればね、なかなか家庭がね、崩壊するんじゃないのかなと、私は思いますけれどもね。要するに子育てを奥さんにだけ任すと。それもね、やっぱ家庭崩壊になれますよ。そういう人をね、私は知っております。はい。奥さん逃げちゃいましたからね。奥さん逃げちゃいましたからね。私探すの出ちゃいましたからね。はい。そんなところですけどね。まあほんと、転職するにはいい時期になれましたけれども。はい。でも、100% 満足の会社ってね、ほとんどないと思いますよ。はい。どっかで妥協しなきゃ。どこかで妥協しなきゃ。その妥協が我慢できる範囲なのか我慢できないかですよね。そういうね、まあ 80% でいいんじゃないのかなと思いますけれどもね。はい。なとこです。転職を考えている方のまあ参考になればと思います。まとめてみますと、高い給料に釣られるな。で、高い給料を望むなら本当にくれるのかどうか、しっかりと、質問して納得のいく答えをもらいなさいと。質問攻めなら合わせなさいと。で、帳面をね、メモ帳を持ってて、質問事項をね、ざっと書いて、片っ端から質問していきなさいと。で、答え、ああ、それはちょっと答えられませんとか、あやふやな答えだったらね、なんか、うさんくさいですからね。自分が納得いくようなことで、はい。中にはね、なんか、質問を受け付けないみたいな会社もあるようですけれどもね、そんな会社はね、やめた方がいいですよ。はい。本当、ね、頑張れば、あなたが頑張れば、あなたを雇ってくれる会社なんてね、いくらでもあると思いますよ。そんなね、クソみたいなブラックな会社行っちゃダメですよ。はい。まあ、冒頭にも言いましたけれども、ブラックな会社はね、潰れてしまえばいいんですよ。そんな会社はね。はい。そう思います。まあ、いつも、こんな毒を吐いたり、火を吐いたりね、屁を振ったりしますけど、まあ、私の考えを述べました。それでは、皆様が、交通安全で、家庭も円満、自分も円満、私も円満、そういう世の中を目指していきたいと思います。失礼。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。次の動画の時には、切り剃った綺麗な顔はいいですね。はい。それでは、さらばだ。